大谷翔平アストロズ戦で今シーズン8号のツーランホームラン。大リーグエンジェルスの大谷翔平選手が先発登板した翌日の10日、アストロズ戦に指名打者でフル出場し、今シーズン8号のツーランホームランを打ちました。9日7回を投げて3失点で今シーズン初黒星を喫した大谷選手は10日。 本拠地アナハイムで行われたアストロズ戦に3番指名打者で先発出場しました。1回の第1打席は高めの速球に空振り三振し、4回の第2打席は速球に詰まってセンターフライで6回の第3打席は変化球にタイミングを外されて再び空振り三振でした。 しかし、3点を追う9回、ノーアウト1塁の第4打席で、相手の抑え、プレスリー投手に追い込まれた、あと低めの変化球に体勢を崩されながらも、うまくすくい上げて、宇宙間スタンドまで運び、先月30日以来、8試合ぶりとなる、8号ツーランホームランを打ちました。エンジェルスは、これで1点差に詰め寄り、さらに2者連続ヒットで、さよならのランナーを出しましたが、後が続かず、4対5で敗れました。 大谷選手は4打数1安打2打点で、打率は2割9分3輪となりました。大谷翔平が9回に8号ツーランで1点差し迫るも、エンゼルス2連敗で、貯金に3位アストロズと0.5差に、米大リーグエンゼルス4ドアストロズ10日アナハイムエンゼルスタジアム、 エンゼルス、大谷翔平投手、28が10日、日本時間11日、9連戦最終戦となる、本拠地やストロズ戦に当番翌日ながら、3番指名打者でフル出場。3点を追う、9回無視1塁の4打席目に、8試合ぶりで5月初アーチとなる、8号ツーランを放つなど、4打数1安打2打点だった。だが、チームはあと1点及ばなかった。 アストロズの先発はクリスチャン・ハビエル投手26。昨季11勝を挙げてブレイクした右腕だ。大谷は21-22年に1本ずつ本塁打を放つなど、昨季まで13打数4安打の打率3割8輪で4打点と好相性だった。1点を追う初回2試走者なしの1打席目はフルカウントから92.9マイル149.5キロ直球で、 空振り三振。三点を追う、四回戦闘の二打席目も、中飛に倒れた。三点を追う、六回、二死走者なしの三打席目も空振り三振。初球に、ピッチクロック違反を取られて、一ストライクが加えられる不運もあり、驚いたような表情を見せた。 2対5で3点を追う9回無視1塁では、前日に空振り三振を喫していた、守護神右腕プレスリーから右翼席に豪快に8号ツーランを運んだ。打球速度102.6マイル、約165.1キロ、飛距離408フィート、約124メートルという完璧な当たりだった。エンゼルスは1回表に先発ウアンキャニングがアルバレスに先制ソロを被弾。 2回にレインフローが10号ツーランを放って一度は逆転したが4回に打者一巡4安打4失点の猛攻を食らって再び逆転されて3点のリードを許した9回に大谷のツーランで1点差に迫り無視1・2塁とチャンスを作ったが追いつけなかった昨季王者アストロズとの今季初の3連戦は1勝2敗 2連敗で20勝18敗の貯金にとなり2位エンゼルスと3位アストローズのゲーム差が0.5に縮まった。この日で9連戦を5勝4敗で終え、明日11日、同12日は休養日。12日、同13日からは敵地でガーディアンズ、オリオールズ、本拠地でツインズ、レッドソックスとの13連戦が組まれている。 大谷翔平、体制崩されながらの8号ツーランに、米解説者驚愕、どうやってあそこまで飛ばしたのか。米大リーグエンゼルスの大谷翔平投手は10日、日本時間11日の本拠地アストロズ戦に、3番 DH で出場。3点ビハインドの9回に8号ツーランを放って追い上げムードを作った。 チームはあと一歩及ばずに4対5で敗れたものの、米解説者からはどうやってあそこまで飛ばしたのかわからない。また、当番翌日に打ちましたと驚愕の声が飛び出した。じっくり引きつけた。見と3点ビハインドで迎えた9回、先頭打者のトラウトがアンダで出て無視一塁の場面。相手クローザーの右腕プレスリーの4球目のカーブに反応した。 見逃せばボールという内角低めの球を左膝を折りながら振り抜くと打球は宇宙間スタンドに飛び込んだ。劣勢ムードの中で生まれた芸術的な一打にスタンドのファンは盛り上がった。米ロサンゼルスの放送局バリースポーツウェストで解説を務めるマークグビザ氏は中継で昌平がどうやってあの球をあそこまで飛ばしたのか全くわからない。あの球には崩されたように見えました。 それでも手を残し、フィールド外まで飛ばしてしまいましたと、驚きを口にした。さらに、また登板翌日に打ちました。これで、登板翌日は9本目です。わけがわからない。兜の時間だ、と紹介。投手として、今季初黒星を喫した、前日9日、同等かからの切り替えに、興奮冷めやらぬ様子だった。 エンゼルスネビン監督、相手がより多く点を取っただけ、大谷翔平8号ツーランで追い上げも敗戦。エンゼルス4コアストロズ10日、日本時間11日、エンゼルスタジアム。エンゼルス大谷翔平投手28が9回に出場8試合ぶりの8号ツーランを放ったが、反撃も及ばなかった。虫一塁から守護神プレスリーと対戦。 前日にカーブで空振り三振に仕留められた右腕に対し、2ストライクから低めのカーブに食らいついて、右翼スタンドへ運んだ。1点差とし、さらに2連打で、無視1、2塁のチャンスとなったが、後続が凡退した。チームは6回まで、先発ウーアンハビエルに対して苦戦。ウォードが2三振、トラウトが3三振、大ヤが2三振と、上位3人が9打席で7三振を喫した。 ネビン監督は苦戦したハビエルの高め直球についてほとんどの場合でリリースポイントが低く伸びがあった。捉えるのは非常に難しいボールだったと脱帽だった。チームはレンジャーズ、アストロズと同地区のライバルとの6連戦で2勝4敗と負け越し、今日も勝てるチャンスはあった。相手がより多く点を取っただけ、最後の攻撃も良かったと思うと最終回の粘りを称えた。 8号中5本。大谷翔平はなぜ、デーゲーム弾が多いのか、一番王いとが証言した、背景かつて松井秀喜さんも、実感。10日、日本時間11日、エンゼルス4ドアストロズ、アナハイム。エンゼルスの大谷翔平は、デーゲームに滅亡強い。この日は、午後1時8分開始のゲーム。 日差しを浴びながら9回にアストロズの守護シンプル3のカーブを巧みにすくい上げ、打球はぐんと伸びて宇宙間スタンドに着弾した。今季8号通ンで0ゲームの試合は8本中5本目。本拠地では3本が昼下がり開始の試合だ。今季ゲームに限れば53打数20安打、打率3割7分7輪。 昨季も46試合で打率は3割を超え10本塁打を放った。本人はたまたまと言うが、例ゲームはナイターに比べて打球が飛ぶことは一つの要因だろう。この日一番を務めたウォードはやっていて間違いなく昼のゲームの方が打球が飛ぶ。乾燥しているからねと証言した。大谷のメジャー屈指のパワーなら打球角度がつけばスタンドインできるチャンスは増える。 逆に夜は湿気が出て昼より打球が飛ばなくなる。かつてエンゼルスでプレーしていた松井秀喜さんはエンゼルスタジアムのナイターは飛ばないと話したことがある。今後も強い日差しを浴びた背番号17が躍動する試合は何度もあるだろう。